はいどうもリッチです。さあ今回はキルザディクテーターというゲームをプレイしていきます。さあ最近ねウォーピップスという横スクロール型のストラテジーゲームにハマってるんですが、まあそれに似たジャンルのゲームですね。でちょっと思い出したんで、まあ久々にやってみようかなということで、でもう数年前ですからねだいぶ前のデータがありますけど、あ反乱でやってたんだね。反乱側がまあさっき最初の画面だったところの独裁に対して起きた団体ですね。で政府軍がそれを維持したいという団体で、政府軍で行ってみようか。前多分反乱でしょ、うん、よし政府軍だ、弾圧しよう。もう大腸あるんですが、まあもちろんねクリアしてないんでこれだけですね。殲滅戦、コマンダー選択、対人攻撃力。ああでこのゲームはなんか場所によってユニットのちょっと特徴が変わったりするんで、じゃあ対人なら反乱軍なんて人数だけでしょ。行こうとに殲滅しよう。私たちが守ろうということはパトロネイントではなく私たちの民族の伝統と誇りである。独裁だと効率に我が国を狙う兄弟国とそれらに使用された利用された反乱軍に私たちの力を見せて、ランナーどういう意味、ランナーの意味は何ですか。さっき言いました、こんな感じでまあレベルが表記されてるんで、チュートリアルしましょうかね。さあ戦争を終わらせるために全ての地域を占領する必要があるよと。じゃあまずはミーンですかね。これまあ地形ですね。地形とまあ地名があるんですが、まあ森とかあります。あ、ミーン、あ、こっち自分のやつか。で地域の拠点体力で、そっか、攻防があるんだよね、確かね。で、これアドバンテージがあって、こう地形で変わるはずですね。この地域で戦闘時レベルの相乗効果、まあシナリーですよね。受けるユニットのリストです。アドバンテージ、ペナルティ効果は攻撃エリア、防御地域両方に適用されると。戦闘時レベルの低下の効果を受けるユニット。攻撃はじゃあ、シャアかな。シャア、沼ですね。沼により全てのユニットの移動速度が大幅に減り、クリティカル確率が大幅に増加、移動速度が減少すると。スナイパーとか有利そうですよね。アドバンテージが、わかんないですね。ペナルティは回復と、アサシンですかね。表記はないんだりですが。ここがデッキ的なもんですよね。中華騎兵、創作兵、スナイパー。あ、スナイパーが弱くなってんじゃないかな。多分。さあ、ユニットの移動速度が落ちるけど、クリティカルが上がるよということでね。敵の拠点を破壊すればいいので、まあ、それは、まあ、いわゆるね、にゃんこ大戦争方式ですね。さあ、これは、少女を持ったユニットですね。防御型だと。対人よりか対物の方が強いよと。さあ、配置されたユニットは敵陣に向かって移動し、攻撃していくよと。マップを移動しましょう。ファンドの強化をするとファンドの最大値が上昇すると。84の増加だね。まあ、そもそも、マックスじゃないですけどね。で、タイム、クールタイムアップグレードをすれば、ユニットのクールダウンが、減少するよと。出していいんですかね。さあ、これは、スワット。突撃部隊ですかね。突進型。あ、でも、対物に強いですね。で、スナイパーいます。対物じゃないこれは。操作系防御型。中華騎兵。うちもじゃあ車出すかな。そしていますね。あ、トニーが対人になるのかな。めっちゃ入れてますけど。あ、でもお金はだいぶ増えてますね。どちらかというと人を出してないという。ちょっと待って、押されてるぞ。ファン投げます。さあ、これトニーですね。トニーを押すことには何も出ないか。さあ、います、トニーが。おい、やるね、やるね。中華騎兵、牽制型。騎兵、どういう扱いなんだろうね。
騎兵には見えないですけど、もろもろ出します。安いからあれだね、ずっと出せますね。だからクールダウン短くしないと無理かなと。さあ暗くなってきてユニットの視界が大幅に減少するよということで、これ時間で戻るかな。いつの間にかトニー死んでましたね。いけいけいけ、なかなかしぶといな。おい車通ってきたぞ。もう反撃はでも敵もしてるわけなんで、まあ、こっちもちょっとくらいなら通っても大丈夫だろうと。まあもう落ちるよね、結構耐えますね。あ、これか、トニー出てるとこの効果が出て退治に強いんだね、きっと。落ちましたけど、さ、占領に成功しました。戦闘期間は20時間でいいんですかね、0日と20時間54分と。そこでシャア取りましたね。こんな感じで、まあ、タワーディフェンスですが領土の取り合いもあると。でなんだっけな、これゲットしたもので被ってると経験値になるんだよね。これって勝利した陣営には攻撃に役立つユニットとスキル中心の保証を保証を得ると。負けた陣営には地域のアップグレードや修理に称されるバック中心の保証を支給する。アンロックされましたと。ブラッドリー、何の戦車だろうね。とりあえずいいか。あ、盾兵いますね。お、さあ攻撃来ました。バンと攻撃受け、反撃、毎回反撃してくるよと。防御失敗時地域の所有権を失われますが、成功した場合地域の体力を消費することができると。あ、攻撃してきた地域だね。反撃ができると、そこに対してもちろん受けてね、カウントしましょう。さあ森、バイオユニットが最も優れた能力を発揮できる地域へ、すべてのバイオユニットの攻撃力、連射速度、移動速度が増加すると。アドバンテージは歩兵ですね。ペナルティは車両か。あれだね、走れないってことかな。道路とかじゃないんでってことですかね。こいつ上がってるのかな。他のユニットを出撃させるために既存のユニットの出場除外なんでここの字が違うんだろう。まあ、出撃でいいですかね。外さないといけないと。なんかプラス1ですけどね、もったいなくないですか。戻しますかメディックいますね。この騎兵がわかんないんだよな。偵察捜索兵、こいついる、いらない、いらない。メディック、メディック。ハンベイ戻してブラッドリーかな。防御型ですね。さ、バイオユニットって言われてましたもんね。で、影に緑士。おー、待て待て待て。あいつか、バイオユニット。めっちゃ速いぞ。待って待って。え、相当強くない、あれ。まあ、なんとかなりましたけどね。8番は小銃か。で、こいつもなんかついてますね。とりあえず出しとくか。対人用にね。これつけるだけでまた変わってくるんで。あいつどうしようもないな。めっちゃ暴れてますね。待って。待って待って、めっちゃ強かった。おい、待て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 。リーダーがほぼ単独で言ってましたね、もう一人と共に。驚くべき力ですよ。これニューじゃないのか。BMP3 装甲車。経験値っぽいですよね。さあ、地域レベルアップ。民意を選択してレベルアップができると。この物資ですね。レベルアップ時の基礎体力と攻撃力が上昇する。消耗された地域は修理して体力回復が可能ですと。シャア、さっき攻撃したんでってことですかね。で、9点が減ってますね。まあ、どこ攻撃しよっかな。で、攻撃する土地に隣接する味方の領土が多いほど、ユニット来るタイム速度が減少すると。あ、減少する。速度が減少する。
それはいいんですかね。かかる時間が減少って意味でいいのかな。うわ、コボ孤立してんな。コボいいですね。ここは繋がってないから、まあ、9点すだコボあたりを取っていく。逆にコボどうでもいいかもしれないね。この辺は変わんないか。ユニット気になるのは、スワット、スナイパー、保全病。あ、回復のやつなのかな？大物修理ですね。いないやつもいますけど。あ、化学電車。化学、どういう、化学薬品で攻撃する化学戦車はバイユニットに効果的なメカテック。バイユニットがイメージわかんないですね。あ、こいつね、バイオか。周辺にある味方バイユニットの体力を回復させる。歩兵のこと言ってんのかな。ショットガンを用いて射程短い高攻撃力。バイユニットはもちろんメカニックユニットにも便利ですと。オッケーオッケー。まあ、とりあえず進めようか。じゃあ、9点かな。9点攻撃で。さあ、雪原。適切な寒さはメカニックユニットを最適な状態にしている。すべてのメカニックユニットの攻撃力連続度が上がると。これ多分ペナルティとここのやつ違うのかな？どうなんでしょうね。メカニック車な気がするんですけど。これ行きましょうか。はい、今一瞬メカニックユニットの説明ありましたね。あまりにも早くて見えなかったですけど。まあ、とりあえず盾で敵のあれをね、倒しますかね。エリアが全く見えないですけど。まずは対抗からだね。よし。ラインが結構重要だね。スナイパー遅っ。待って待って待って、結構来るね。大丈夫か？いや、車両強い、車両強い。まずいまずいまずい。めちゃくちゃやられてる。あ、ナイスナイスナイス。車両で返そう、車両で全てを。もう今でも壊れそうですけど、あの車両。こう、ファンド上げるタイミング重要だね。来た来た来た、ファンダあげます。通ってきましたけど普通に。ああ、そう、あ、すれ違ったすれ違ったすれ違ったぞ。車両で返すか。ナイス。いや、互角すぎるね。いけ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 、車両の力見せろ。メカニックなんだね、確実に。凄まじい威力じゃない、これ。止めどない攻撃力ですけど。刺さったらとんでもなく強いですね。さあ、9点攻略。スナイパーゲット。おお！装甲騎兵。本物の方だね。さあ、ユニットレベルアップしました。攻撃や体力、防御力などの能力値が上昇しましたよと。数来ましたね、数。数陣。シャア来ました。戦いましょうか。見たいものもあったんですけどね、今ね。さあ、泥です。まあ、ここは強いやつは別にいないので、まあ、ガチャの戦いですね。陣防御型、あ、対陣に強いね。中華騎兵減らすか。違う。陣入れよ、陣。オッケーオッケー。並びとして、こ、ここ、鳥獣から入れようかな。ここセット感あるよね。まず、7番のトニー出そう。出した。あ、来た来た来た。トニー。トニー、こう射程をちゃんと入れてね。大丈夫かな？で、トニーのお月の人たちと。いけいけ。対人でいかない、対人で。さあ、来ました、来ました。交差点増加 10% 強化。交差点。
どういう射撃のことを指してるんだろうね。クロスファイヤー的な意味ですか。さあ、上メディックが来てます。まあ、この車両で押せるんじゃないかなと。あ、でも敵もなんか出してきましたね。ファンダあげましょう、これ。おー、出してきたか。あー、やっぱ強いな、普通に。やっぱ車両強化されてないと、普通に歩兵にね、圧倒できるわけじゃないですかね。まあ強いは強いですけど。やっぱ相性、地形は大事ですね。それが全てを決めるまでありますが、つまり敵ももちろん使えるんで、そう、適切に理解していかないとね、一撃で押される可能性があると。まあ、沼がいわゆるね、まあ、通常じゃないですけど、まあ、あいつ強いけど、ね、そんなに大幅な差はないのかなと。このマップにおいてはね。よし、終わった終わった。刺さったね。あの時間何か意味があるのかな。長期戦良くないよってことですかね。とりあえず完封できてるんで非常にいい。そしてハンブレイが強化されましたね。数はなんか意味あるんですかね。ユニットリスト減ってくみたいなことかな。数はなんかレベルな気もするんですけど。うち今んとこ、ハンベイ強化して、ハンベイどこだ？これか。216。あー、ブラッドリー強。体力の差が凄まじいですね。上がってこれなんだね。なるほど。で、あとこれ、5体溜まったら出るわけだよね。だレベル1にしないとまずとりあえず使えないわけなんで、ティーナはあと2体、トラックは今来たのかな？で、カズあと3体とか、そんな感じだね。アンロックのためにもゲットしないといけないと。なるほど。で、ここ回復フェーズだっけ？基地の修理して、レベルアップしますか。シャアも強化しよう。あとは、まあ、でも前線以外どうでもいいよね。この辺なんかあんのかな？ベス側。来る気はしないですけどね。ちょっと上げていっても体力だからあんま関係ないかな。さあ、とりあえずね、この拮抗した状況でありますが、ちょっと攻略してね、いこうかなと思います。